はい、ええー、それではですね、早速のゲストの方をお呼びしたいと思います。ええー、折り折り紙直子、監督です。どうぞ皆さん、大きな拍手でお迎えください。<The> director, こんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。あ、じゃ、最初に一言ご挨拶をお願いします。すみません、あの。 客席が埋まっているか、すごく心配だったんですけど、ちゃんと埋まってて嬉しいです。<laughs> ありがとうございます。今日は。The theater, あ、じゃあ、あのお、おおお座りいただいて。はい、はい、あの、皆さんあのこの作品ですね。あの、三映画祭が、まあ、あ世界初上映で、まあ、それに続く。 多分2番目の上映となります本本当にに日本で初めての上映にあのようこそあのご来場いたただきました this film was first in ましずあのこの「カワペリムコリッタ」とか,かなり変わったタイトルなんですけどこれを。

その時間の単位だっていうことを聞きましてで皮っぺりでコリりたってこうちっちゃい「つ」が2つ入る音が素敵だなと思ってあのこのタイトルにしましたそしてあとあれですあのジブリの「アリエッティ」とかそういうので間違えてお客さんが入んないかなと思って <laughs> <あの笑>そういうつもりで <laughs> <あの笑>、はい、もしかしたら勘違いして入ってくれる人がいるかもしれないなと思って。 As a matter of fact, um, it was thought by a friend of mine who is a high school Japanese teacher and uh, Mukorita means a unit of the time and I really like the sound of it, uh, both the Kawaperi and Mukorita sound and I was hoping that somebody who heard like a Ghibli title of Arietti, thinking that it would be something like that. But uh, anyway, that was an interesting idea coming from my friend. はい、であのこの作品、ですね、まあ、今皆さんご覧になったようにすごくあ温かい雰囲気で、まあ、ユーモアもあるんですが、まあ、一方でこう人の死というのがですねこういくつか出てくるという構成になっていますであの本作はの監督がですね原作も脚本も兼ねていらっしゃるということなので,、えーとですね、どのようにしてのこのアイデアをこうあの練られたのかということをお聞きしたいと思います。 はいあのですねえっとこの映画の中に地区敏さんっていうあのタマの,あの私の世代ではあのすごく 有名なバンドの,あの方が出てらっしゃるんですけど彼の、えっと夕焼け「夕暮れ時の寂しさに」っていう歌があってそれがすごい好きで90年代に出た音楽なんですけどでそれを「夕焼け」が出るたびにそれを繰り返しずっと歌ってる自分がこの20年いて30年ぐらいかな。である日こう双子 の娘を保育園に迎えに行った帰りにえっと夕暮れがすごい綺麗な夕暮れがあってまたこの歌が出てきてでふとその時にこれ一体どういう歌詞だったかなと思ってグーグルで調べたらすっごい変な歌詞でおかしな歌詞で,でそこのその歌詞を見た時にこの物語が生まれてきたんですね。なのであのこのでこホームレスおおじさんは絶対に畜産にやっっててていいいたただきたいと思ってお手紙を書いて あの出演していただいたんですけどで脚本を書きましてでどうしたら映画撮らせてくれるのかなと思ってああもう今この日本の業界はあの漫画とか小説とかその原作で映画になる機会が多いからじゃもう映画あの原作書けば撮らせてもらえんのかなと思ってそれであの脚本から原作にしてそれであのまあなんと温かいプロデューサーがあの今度あのまた迎え

And I thought of this uh, uh, story, but and uh, uh, but nowadays it's very difficult to make the film. And I was thinking, just like the manga or the story, if I had written the original story, it would be possible for me to make the film. So I wrote the script. I wrote the original story as well as a script. And but it was very difficult to produce this film. Uh, but anyway, it had um, succeeded. And also, uh, I had written a letter to Atoshi san and then he is appearing. The はい、あの主演の,あの山田役を演さん松山イ一さんにはなんかどのその役についてどのように話されたんでしょうか so, はい played,、はい、あの松山さんとの出会いは本当にあのすごく素敵な出会いでこのその一番最初に脚本を書いて書き上げた。 後にすぐ後にウディネ映画祭っていうイタリアの映画祭があってで主演誰にしようかなって脚本書き上げて考えてその映画祭に行ったらその日の夜にまあなんとあのディナーの前に座ったのが松山さんでこいつしかいねえと思ってもうそれだけはあの,あのもうずっとこの役は松山さんでいきたいっていうのをずっと あの言って、はいね、願いいが叶っていました松山さんその役について何かこう議論したというかなんかそういったことはあったんでしょうか はいもちろんえっとあのなんでしょうねあのドキュメンテレビのドキュメンタリーでやってた映像でホームレスああのあの三十代でホームレスをしている方のドキュメンタリーがあってその映像を見ていただいて二つぐらいあとそのなんでしたっけ漫画喫茶とかですに住んでいらっしゃる ような若者の,あの映像を見ていただいたりしてでそれについて2人であの話し合ってでこの役柄っていうのをどういうことかっていうのを一緒に考えました。はい Yes, we spent a lot of time talking about the character. I had him watch the documentary of the uh, person in the 30s who became homeless. Uh, we watched those images, a couple of them. And at the same time, we also had him watch the uh, person, the youngsters who live in the manga uh, house. And uh, we talked about how to develop this character. The <laughs> the なんか最後心が温ままるようすととても良かったと思います質問なんですけれどもあの松山健一さんと室剛さんの,あの食事のシーンがあるんですけれども思わずこちらも室剛さんが出てくるんだろうって期待しちゃうところがあるんですがそこを演出上の意図があったら教えていただきたいんですが。 I really enjoyed the, uh, the very good distance uh, among the people that appears in the story. It was a very heartwarming story. My question is that uh, there are scenes with Matsuyama-san and Murasaw-san eating, uh, sharing the, the the meal together. But every time we see, uh, come to that scene, we kind of expect Murasaw-san to appear. Can you tell us about the intention of some of these scenes uh, where they are eating together? <laughs> そうですね、あのなんかズうずしい感じっていうのは最初は嫌だけどずっと嫌なんだけどでもないと寂しいみたいな,なんかそれはやっぱりあの意図してあの脚本に組み込んでいてでこのズうずしさを出せるのはやっぱりあの室伏剛さんの,あの何でしょうチャーミングな部分が。 あ,のあってこそ,なんあなんその寂しいって思ってしまうのはなぜかっていうとそのやっぱり室さんの愛嬌とかチャーミングな部分があってなのかなと思ってあの単にズうしくて変なやつっていうキャラクター室さんのキャラクターだと成立しないと思ってやっぱりそれは室さんご自分が持っていらっしゃるあの愛嬌であったり可愛らしさであったりっていうのはあの十分発揮してもらって。 Yes, uh, you find that he forcefully come into somebody else's house and try to eat, but if if you don't see him, you kind of miss him. And I think it's because of Muro-san's character, his own charm, that really portrays his character very well. Ah, excuse me. Eh, to, 嬉しく思いいまますすありがとうござ先ほどの質問と少しちょっと重なってしまうんですけれどもやっぱり今回あの役を室さんが演じられたっていうことですごい明るくてずうしい側面もありながらやっぱり何か悲しい言いたくない過去があるのかなっていうところも見えたりしてすごく室さん自身にハマっている役だなっていうふうに感じたんですけれども今回その脚本から原作っていう形順番で書かれたっていうことで。 結構室さんに当てて書かれたのかそれとも全く意識せずに書いた中でキャスティングして室ロさんっていう形になったのかっていう点をちょっとお聞きしたいです。 Uh, it's also related to the previous question about the character that Muro plays. He's very cheerful and uh, he forced himself into somebody else's house. But at the same time, you feel there is a better sadness uh, that's hidden uh, within him. When you're writing a script, were you also already thinking about casting Muro as his character? Was there an intention intentionally written in the way that it would be good for him, or was it uh, the other way around? はいえー、と私は脚本を書くときは特に当て書きというのは一切せずに書いていて、まあ、松山さんもその書いた後に腕に出会ってこの人だと思ったりしたんでムロさんもあの全然意識せずに書いていてでい,あいざ映画が作れるっていう時にこの役は誰だろうってプロデューサーと一緒に考えたり、まあ、自分の意見もあったりしてそれで室さんに決定してるんですけど。はい When I write the story or the script, I don't ever think of any particular uh, actors or actresses in my mind. In this case, it's the same. After I, I had completed my uh, script, uh, together with the producer, we were thinking who would best fit this character. And that's how we decided to cast dimuro-san but not in the process of writing the script. でもあの室さんはすごい私あんまりテレビを見ないのでムロさんがすごい人気者だっていうことをあんまり知らなくてあのでもすごいムロさんがす人気者だっていう場面が一回あってあの一緒にご飯を食べに行ったらテレビがその店に2つあって。 こっっちでも室さんが写っててでなぜかこっちでもムロさんがいてでここにムロさんがいて「トリプルムロだよこれしつこー」みたいなそういうなんか現象があったりしてあこのすごいやっぱり人気者なんだなっていうのを改めて感じた瞬間でした。 because I don't watch television so much. I wasn't so uh, I wasn't I didn't really know that Muro was such a popular person and then one day we went out to dinner together and there were two sets of television in the restaurant and each one of the television had Muro with a different program as well of course he was physically there so I was kind of surrounded by a triple Muro in the same uh, location. Ah, it's a 本当に映画館でゆったりとこう味わう味わってこその作品だなというふうにあの拝見しましたでと食事のシーンがいろいろ印象的で、まあ、さっきの2人の食事もそうですがあのすき焼きのシーンですとか、まあ、あとある種あの大家さんが骨を食べちゃうっていうのもちょっとびっくりしましたけどあれも一種の食事っぽくって、まあ、そういう食事のシーンに多分いろんな意味とかを愛が込められたんじゃないかとすごく感じたんですがその辺いかがでしょうか First of all, thank you very much for the film, and it was a wonderful film to be able to watch in this kind of theater, uh, being relaxed. And thank you very much for that. And there are a lot of uh, scenes where people eat or dine. Uh, just not just the two of them, but there was another scene with the sukiyaki uh, uh, surrounding uh, uh, people around uh, the neighborhood. Uh, can you tell us the intention of including those meal scene in this film? <laughs> が美味しそうだって言ってくださる方たちがたくさんいるんですけどあのことさらあの食事のシーンをあの多く見せようって思っているわけでは決してなくてあの日常の,あの普通の日常の生活を人々の生活をあの描きたいと思う時に必ず皆さんもそうだと思いますがご飯を食べるっていう行為が出てきて。 あの日常の一つの行為としてあの食事のシーンを入れているんですけどまあ今回は本当にそのお金がなくなってしまった主人公お金もないしなんか絶望の淵にいる主人公でお腹空すいちゃってでこう最初に食べるあの野菜っていうのもすごくあの食べるっていうことと生きるっていうこととそれとその死っていうのがすごい隣り合わせにあのなっている。 こととななのかなと思ってあのそうです、ね、やっぱり食べるっていうシーンをこの映画の中でもあのちゃんと描いていきたいなと思ってました。 A lot of people mention that the eating scene in my film, uh, those food seems uh, t seem to taste very good, and I get those comments all the time. For me, it was not necessary my intention to try to include many uh, eating scenes. It's just for me, a film is something that I try to depict our daily life, just the ordinary daily life. Therefore, people eat. Uh, as, as we live and so it's just one of the, uh, the behavior in our day-to-day -day life um, this, uh, uh, the, the main uh, uh, role uh, the lead role of this uh, film uh, has no money and he's in despair and then um, you see the first um, really tasty vegetable that he eats. i think the act of eating is quite important, but um, it's uh, linked to living as well as to death, and they are very much close together. and that is the way i um, it was, one of the way for me to express our daily life. というののがこ映画の中で見られたんですけれどもそちらに対するその監督の思いとあとあの花火師の方のエピソードがとても印象的だったんですけれどもあのこちらは何かそのリアルなものを参考にされているのかそれともあの創作なのかというあたりを教えてください。 はい,あのそうです、ね、いろんいな弔い方っていうの,をあのとかあとこのアパートに住んでいる人たちはみんな大切な人たちを失ってしまった人たちがたまたま集まってしまったっていう。 ことですとか,なんかすごくやっぱり自分が年を取ってきて死っていうのをすごく意識し始めているんだなっていうのが自分の中でもありまして、えー、とあとあの花火師のお話はですね、えー、とずっと、えー、もうここ20年ぐらいお友達お友達といってもだいぶ先輩のに、えー、先輩の女性の方なんですけど あの彼女があの,あのお話を実際に期えっ、ーえー、と,そうあの、えー、とお友達と一緒にお墓お亡くなったお友達のお墓参りに行った帰りにタクシーに乗ったらそのタクシーの運転手さんがそういう話をしたのよ「が神さんいいでしょこの話映画にしてもいいわよ」って言われたのを <laughs> そのまんま使わせていただきました <laughs>。 なので実際にそういう本当にあの運転手さんが花火師でいらしてあの奥様のをこう入れてこう打ち上げたっていう本当にそういうエピソードがエピソードが本当にあのいらっしゃる実在されるどなたかわかりませんがはいいらっしゃるみたいです。So Uh, in that sense, uh, that is a very common element. but as i get older, i tend to naturally pay attention to uh, death. and uh, also mentioning about this firework, uh, i have a friend who i've known for about the last 20 years. and then she told me about the story when she went on one of the taxi. the taxi driver told, me, uh, told her about the story. that is actually the true story. えー、たの楽しい映画を見させていただきましてありがとうございました。えっと「雲、まあの糸」の話もありましたけれども最後川沿いと手を、えー、みんなで更新するというところで、まあ、川っぺりっていう、まあ、大目もそうなんですけれどもあの最後「祭、まあの河原のことを指してらっかなとか思って見たんですけども非常にそのロケですねとなぜ富山に選ばれたのか。 まあ川が非常に印象的だったんですけれどもその辺のお話を聞かせていただければと思います。かか、はいうん、から来たのか分かんないんですけど なぜかこの主人私の中で主人公がイカの塩から工場に勤めているっていうのがなぜかこう降ってきましてでまあそういうこのお話になってるんですけどイカの塩から工場ってイカの塩か,からを作っているのはどこだと調べましたところ函館が第1位で。 で静岡かなとかが結構あったりしで富山が3位とか4位とかに入ってくるんですよねで函館まで行きたくない行きたくないじゃなくて行ければ,ばいいですけどそんな、うん、何でしょう北口の話じゃない気がしてかといってなんか東京に近いその静岡あたりでもない気がしてとなった時にこの富山が出てきて。 でもすごくあの皆さんあのコロナ禍で撮影してたんですけど皆さん暖かくてあのこんな東京から訳の分かんない人たちがたくさん来てるのにきったねきったね格好した撮影隊がいっぱい来てるのにあの皆さん暖かく迎えてくださってあの全然こう何でしょうコロナ禍で東京から来るとこうけげな目をされるかなと思ったけど全然そんなことなくて。 温かく撮影隊を迎え入れてくださってとてもあの精神的にも穏やかな気持ちでこの映画を撮影することができました。 For some reason, I had already decided that this main character uh, works at this uh, squid paste uh, factory, and I looked into where those uh, product will be uh, uh, is currently being produced. Uh, number one was Hakodate, which to me was a little bit too far. Shizuoka is a little bit too close to Tokyo, and then Toyama is ranking either number three or four. So I decided to take the, uh, sh uh, the location to be in Toyama. Uh, during the COVID situation, people coming from Tokyo may not be welcome. I was a bit concerned, but uh, uh, rather than that, uh, people in Toyama was extremely warm to us. And uh, because of that, I was able to do all the shooting in a very calm and relaxed manner. I'm very grateful for that. Mm -hmm.